半石製の差し入れです。もう今だから10羽ぐらいありますかね。もうこれでね、肥後はいなくなったんで少しは助かりました。また来ますよ、次が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11羽。 小さいのからやってみましょうかね。これね、もう一時にこうしてやるとね、もう取りっこしてひどいことになるんです。だから2つに分けてますね、大きめと小さめとね。こっちはまあ小さめです。もう這い上がってきてね、もうあれ先に言って、もう食べることにかけた適正ほどたくましいのはいません。人を踏んづけて頭へ乗っても食べてますからね。はい、こっちもまた欲しいって、もう私の指噛んでます。足りなくなるからね、少し少なめだよ、今回は。はい、もういいだろ、この大きいサギだからね、これ。うちではこの台の方のサギ使ってますから。はい、これ一杯だけでもかなりあります。はい、ちょっとあんた、とりあえず終わりね、あとが使えて。はい、はいはい、行きなさい、はい、行け。これはね、パステルレインボーです。黒みが抜けて薄くなってですね、頭黄色です。これまだ入ってるのかな、午前中のやつが。ここにかなり、そういう朝十分食べさせましたからね。そしていつもの倍ぐらい食べさせてますね。もう膨れっぱなしです、ここ。そろそろいいんじゃないかね。はい、はい、続いてまだ綿毛いっぱいです。これ綿毛だらけで、色もあんまりまだよくわからないです。カイロですね。最後まで行くの時間かかりますね。はい、なんか小さい方の方が石は足らんけど、越境してこっちが落ちたんですかね。なんか数が足りんようですから。はい、目に入ってますからね、こう抱っこしてやると。ほんとこっちの横に、ここに落ちるから、これがね、こすって目につくこと多いんですね。時々見てやらんとかわいそうですけど。はい、大丈夫よ。1,2,3。1,2。なんか少ないような感じしますね、こっち1は。どこ行ったんでしょうかね。はい。だんだんなくなってます。もう一回作らないと、ちょっと足りないですね。十分に食べさせるには。もう冷えてると思いますけどね、こうやってみたら。もうかなり冷えてきましたね。まだ少し、あったかさが残ってる程度です。もうこれね、鱗なんかこんなん絶対食べませんからね。石製だからこうある程度ね、食べる子が多いけど、中にはもう熱いのじゃないと食べない石製もね、いることはいますよ。あ、ここに落ちてますね。これが小さい方の部分に入ってるんですよ。越境してきて落ちてるんですよ。
正規性はもうまた少しずつですけどね、そうですね、まあ6話か7話ぐらいは来ると思いますよ。これとね、これが小さい方の部分の器だったんですかね。これさっき上げてましたね、灰の灰上がってきてたんですよ。もう少しやっておきましょう。続いてね、もう続いてって言っても餌がないから、この羽衣設定がこちらに旧クラスのところに羽衣がありますから、これをやってもう今回とりあえず終わりにしたいと思いますね。もう餌もないし時間もありませんのでね。はい、これは羽衣のね、クリームフェイスのクリームウィングという種類です。ダブル梵天ですからね、これ前と後ろが珍しいですよ。とりあえず設計はここで中断します。餌がありませんので、熱いやつを作ってきます。